猫を愛する男デロリンです。にゃ、僕いつも思うんですけど、飼い主の鳴き声を理解しているのかとか、そういう、まあ、それに関して、いや猫は理解してませんよ、猫はこうですよって話いっぱい出るんですけど、ちょっと考えてみてほしい。うちの猫はこれできるけど、あなたのとこできませんねってこといくらでもあるでしょ。一回検証してみたい。うちの猫は果たして飼い主の顔が変わっていたら飼い主と分かるのかというのをちょっと今回やってみたいと思います。どぎついメイクしてみたりとか、いろいろ考えたんですけど、一番いいのはこれだと思って、これを使います。今回は鳥です。もし飼い主が鳥になったら猫はどんな反応するのかっていうのをちょっとやってみます。怖い。所要時間5分。